こんにちは、カヌです。今日もですね、オリジナルタオルを作りたいと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですねさせていただきたいと思います。ですね、今日はですねオリジナルタオルのプリントですね、プリントをする場合のこの時の、経済ロット、ロットですね、何枚作ったら大体安くなっていくんだろうっていう、そのロットについての説明をねさせていただきたいと思います。これがねプリントのタオルになります。こんな形ですね。で、このタオル作る場合なんですけども、大体経済ロットっていうのが大体300枚、360枚、30ダース以上って言われてます。で、これはやっぱりね、プリントの機械を動かすにあたって大体そのぐらいの数字がなければ、そのぐらいの枚数がなければなかなか作りづらい、動かしづらいっていうので、この360枚っていうのになってるんですね。で、実際問題プリントするっていうのは本当にちょっとなんですよ、時間的に言うと。あとその前の段階の色を調合したりとか、機械にセット色ですね、インクをセットしたりとか版をセットしたりとか、そういった時間がかかります。で、プリントするのはすっと終わった後にまた今度この版を外して洗ってちゃんと保管する。で、下の台も全部きれいにするっていうので、結構その辺の前準備後処理っていうのが時間かかっちゃうんですね。それでその経済ロっていうのが決まってきます。なので逆に言うと100枚でも欲しいんですよって言ってっていうことであれば、その、経済ロット分の工賃を支払う。で、100枚やってもらうという形になります。なので、360枚ぐらいを作る以上であれば、その辺経済ロットになってきますけど、それ以下であればちょっと割高になってきますね。で、値段の話で言うと、今度まあ500枚とか1000枚、2000枚、3000枚、まあ、1万枚とかね、まあ、よくご相談いただくんですけども、その場合は逆に、海外で生産する。このやり方がですね、結構安くできる方法ですね。ですから、またそういったね、大量ロットの時はですね、また別にご相談いただくというのが間違いないかと思います。よろしくお願いします。